悟空 VS 悟空、監獄惑星で超絶バトル開幕。いい調子ですよ。キレッキレですね。悟空さん、ベジータさん、おー、うまい。一緒に来てください。トランクスがいなくなってしまったんです。何？いなくなった？未来のトランクスさんはこちらの世界へ修行しに来ているはず。僕が教えてあげるよ。僕はフュー、トランクスの友達さ。友達だと？トランクスは大変なことに巻き込まれている。彼は今監獄惑星にいるんだ。監獄惑星？それをなぜ貴様が知っているんだ？怖い顔しないでよ。友達がピンチなんだ。調べるのは当然だろう。監獄惑星は宇宙中の危険な囚人たちが集められた星だと言われている。急がないとトランクスが危ないよ。トランクスのやつ世話焼かせやがって。行くぞカカロット。おう。あのフューという男気になりますね。ええ、マイさん。はい。あなたにお願いがあるのです。でっけえ鎖だな。おい、この木は何だ？あ、こいつは。悟空さん？見つけたぞ。おめえ、あっちの俺か。あっちの奴の仲間か。何？なに？空が。無駄だ。ここは完全に閉じた空間だし、脱出はできねえぞ。なんだって？そうだ。ダメか。何のことだ？さすがはサイヤ人、孫悟空同士めっちゃくちゃ面白いサンプルが取れたよ。ふざけんな！君の考えは読めたよ。何？二人のカメハメハで空間を破ろうとしたんだろ。ダメダメ、無理無理。とっさに思いつくなんてさすがはタイムパトロールだけどさ。タイムパトロール？俺はおめえたちとは別の次元の孫悟空だ。時空を超え悪さをするやつを捕まえるのが仕事だ。うえ、おめえいいやつだったんか。この星に詳しいようだな。当然だよ。監獄惑星は僕が作った実験場だからね。強い戦士をいろんな時空から連れてきて戦ってもらうのさ。永遠にね。強い戦士か。赤い君、ここを調べるためにわざと僕に捕まったでしょ。私たちを騙したってことか。トランクスは本当にここにいるのか。トランクスは許しがたい存在だ。人間のくせに時間を自由に行き来するなんてね。だから罰を受けてもらったのさ。
それに彼を連れてくれば君たちの餌にもなるからね。おめえ悪いやつなんだな。ハズレ、悪いんじゃなくてとってもすごいやつなんだよね。トランクスはどこだ。探してごらんよ。おっと、たとえ再会できたとしても脱出するためには特別なドラゴンボールを7つ集めてもらわないとね。ドラゴンボール、これだ。1個持ってんか。やつが俺にくれたんだ。あと6つは他の囚人さんが持ってるよ。みんな強いからせいぜい取られないようにね。じゃあ実験開始。なんだこれは。どういうことだ。ドラゴンボールを出せ。何？ドラゴンボール？さて役者は揃ったね。宇宙一楽しい実験はいよいよ本番だ。君の出番はもう少し後だよ。悪のサイヤ人。サイヤ人、とんでもねえやつみてえだぞ。次回スーパードラゴンボールヒーローズ、暴走した悟空、悪のサイヤ人大暴れ。絶対見てくれよな。